タイタンの逆襲は2012年のアメリカ合衆国のファンタジーアクション映画。監督はジョナサン・リー・ベスマン。出演はサム・ワーシントン、リー・アム・ニーソン、レイフ・ファインズなど。2010年のリメイク映画、タイタンの戦いの続編である。前作、タイタンの戦いの後、亡き妻用の忘れがため、レイオスと穏やかな漁師の生活を営むペルセウスのもに、 ゼウスが現れ、冥府の迷宮タルタロスが開き怪物たちが、現世へ溢れ出し世界に危機が迫っていると告げる。崇拝を失い力の衰えつつあるゼウスは、人間としての強さを見込んで助力を行うがペルセウスは、息子との暮らしを守るためを理解してしまう。ゼウスは、タルタロスの修復のため、冥界の王である兄、ハディスの元を訪れるが、裏切りに、愛冥府の領主となってしまう。 完全に開いた名符より現れた怪物キメラに息子と住む町を襲われたペルセウスは神の血を引く者としてそして一人の父として再び世界の存亡をかけた戦いに挑むことを決意する。括弧内は日本を吹き替え日本ではワーナーブラザースホームエンターテイメントよりブルーレイ DVD が発売された。ロッテントマトズによれば批評家の一致した見解は 3D 効果は前作よりも改善されているが、その他のほぼ全ての点において、タイタンの逆襲は、シリーズ1作目の陳腐な演技、ぎこちないセリフ、混沌としたプロットを改善できていないであり、174件の評論の内高評価は26%に当たる46件で、平均点は10点満点中4.5点となっている。メタクレティックによれば、32件の評論のうち、 高評価は4件、賛否混在は18件、低評価は10件で、平均点は100点満点中37点となっている。ありがとうございます。